パドゥラ修道院は、サンロレンチョ修道院としても知られている、チレントンの公園の端にあるイタリアにある、最も大きく有名な修道院の一つである。チェトザとは、カルトジオ会の修道院を指す。ユネスコの世界遺産リストに登録されている。修道院は、パルマの修道院に次いで、イタリアで2番目の大きさである。現在の修道院は、 トンマーゾさんセベリーのにより1306年に既存の修道院の敷地にセーラウレンテウスに捧げられ創設された。その構造はこの聖者が生きたままあぶりにされたイメージを引用している。建物の歴史は約450年以上にわたる。修道院の主要部分はバロック様式で320以上の部屋が作られていて5500平方メートルの面積がある。 修道院は世界最大の回廊を持ち84の柱に囲まれている。白大理石の大きな螺旋海岸は修道院の図書館に設置されている。仕事と瞑想を説くカルトジオ修道会の規則に従い修道院ではその実現のためにそれぞれ違う場所がある。静かな回廊、ビエトリさんの陶器でできたタイル張りの図書館の床。 貴重な大理石製で飾られた礼拝堂。伝説によると千個の卵を使ったオムレツがカルロ五世のために用意されたと言われる広い食堂。巨大な樽のある大きな貯蔵庫、洗濯場、修道士の食料になり、残りを外部に売る作物を栽培している外れにある広場など。修道士たちはワイン、オリーブオイル、果物、野菜を生産していた。現在、修道院は、 ルカーニア考古学博物館として、サーラ・コンシリーナとパドゥーラのネクロポリスの遺跡から発掘された収集品を保管している。この博物館では、戦死時代からヘレニズムの時代までの期間を展示している。この修道院を含む一帯は、チレント及びバルロディディアの国立公園に指定されており、マグナ・グラエキア時代や中世に重要な地域として機能してきた歴史をとどめる。 優れた文化的景観として1998年にユネスコの世界遺産に登録された。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。パドゥーラの観光協会のページを参照。ありがとうございます。